ありがとうございます。ありがとう。うん、もう疲れるんだよな、本当に。もうこういうことだけでも疲れる。これ金額書いとかなくちゃだからさ、鉛筆も必要だし、使ったお金は書いとくわけ、後ろに。いつもいくら入ってるって。はい、1万。私忘れちゃうんだよね、これ、うん、これ几帳面だから、出したお金はちゃんと数を書いとく、残りをね、残りがいくらあるってちゃんと書いとくね、几帳面だから面倒なの。頼んだ人が払ってくれればいいけど、誰も払わないからね。私が全部管理してるね、ね、全部お金は管理ね。いよいよ私みんな書いとく、出したお金は書いとくね。そうじゃなきゃ家庭は回っていかないね。これから出すね、1000円、1万円ね、みんな使ったお金は後ろにみんな書いとく、何を出してね、何を出してあと中にいくら入ってるね。すごい几帳面、お金は私は、うん、そうじゃなければ一軒は回せないね。はい、持ってって、これ重たいよ。私このバッグも持てない、重くてバッグも持てないね。慎吾許さないってね、慎吾さんもう少しお母さんをいたってあげてくださいってね。吉江さん大丈夫って、ありがとう。小関龍之介さんも優しい。ひとみちゃんありがとうね。ね、ちゃんと支払ったお金はいくら残ってるかって書いときます。頭はピシッと揃えて、うん、あの、なんだっけ、薬飲む、うん、薬飲む、うん、おじいさんこれ持ってってよ、重たくてしょうがない。バッグが、バッグ持ってんの辛いんだよ。分かってねえな、まったくみんなな。せっかくやってくれるんだから最善の手がいいかと、って意味がわかんねえ、うん、最善とか、じゃねえよって、うん、おじさんテレビ見てんだろ、バッグ持ってってよ、重てえから。そうだ、今払ったら、払ったら。じゃあこれ持ってるもん、私が。まったく今ね、バッグ持ってんのよ、だから重たい。これ持ってるだけできついんだよね。自分でね、石油頼んだらそのぐらい男が払えねえかね、1万円ぐらい貸してるんだよ私。何でもか私のお金だよ、うん、置けばいいじゃんって。置くの嫌い、床汚いね、私綺麗好き、床汚いね、だからバッグを下に置くの嫌い。私すごい綺麗好き、うん、何でも、うん、置かないと危ないよって、うん、でもこれを、うん、じゃあ辛くてもしょうがないやって、2つ1つってね、うん、ね、こちら七瀬さんありがとうって、北斗さん、うん、相原さん早く来てあげてって、クソじじいテレビじゃん。はい、じゃあお釣り入れとくからよ。それを言って、だからこれをさ、いくら、ここに書いてあるんだよ、それいいんだけどさ、お金、お金しまわるもの今高いんだね。9000いくらもすんだ。空っぽだったよ、ほとんど空っぽだって。ほら早くやんねえからよ。13だから、あと17日からだったから。
また給湯器壊れるよ、空にすると。私今度は壊れたらあれガスにする。そうじゃないといちいち見いけないから、私にはもう無理だよ、もう無理、何もできないから。もういいよ、ダメな、もういいや、何でも、もう疲れた、生きるのをくさびれる。だから小林さん心配したからお大事にしてくださいって。ああ、ここでどこやったか知ってろ。ああ、いいよ。あれ小林さんも顔変わったな、年取ったんで。年じゃなくて、まあなんか変形しちゃってるから。ほら、自分だって変形してんだよ。あ、あ、これはどうする、その辺に置くか。ああ、もういいや、なんでもね。もう終わりだよ、人生。自分のうちがことができなくなれば人生終わりだよ、ね。ああ、また誰か来た。怖いんだよな、ピンポンが鳴ると本当に怖い。誰か来たよ、言ってよ、怖いんだよ、怖いんだよ。怖いんだよ。うん、お菓子食べてる。長くの山下さんが出ないかな。出てくれた、出てくれた。いなかったら私出なくちゃだもんね。ね、子供は役に立たない。ご飯食い。ね。何？どっからかいろいろ借りてんな。私信号だよ、商人銀行だと。あの子おかしいよね。おかしいぞ。なんかいっぱい来るよね、いろんなとこから。困るね。借りちゃうよ、働くもつけちゃダメだ。じゃあそれ悪いけどさ、ハサミ取ってみてくれ。取るか、俺が。いいよ。おかしい、困るね、あの子ね。いろいろ来てんじゃねえかよ。何かおかしいよね。ほいで贅沢してさ、ね、ここうちなくなるで、間違いなくなくなるよね。おかしいよ、いろんなとこで。なんでこんなこと追い出した方がいいね、もうね。この子はなんでこういろんなもんが来るんかね。いろんな銀行から来るもんね。金借りてるんかさ、平気なんだよね。ほんで払うも払わないでさ、これはないよ。ソニー銀行って何これ。私こういうの来たことないよ。私お金借りてないもん、どっからも。人間って入ってくるお金に対して。またカードを作ったんだよ、カード。カードを作ったんだよ。なんだこれ。恐ろしいね。すごいね。カードだと思うよ、これ。カード作ったんだよ、なんか。書類ならカードですねって、そう。ね。うん、ねえ。有効期限。カードのお届けです。ピザってありますよ、ピザ。ソニーバンクだって、ソニーバンク。やだね、いろいろカードをめっと作って、どっかから借りてるんかね。困るよね、こういう子じゃ。足洗いもしないで。親はどうしたらいいの？
もう嫌だよこういうの、めっちゃ作ってるんだから、いろんなのおかしいよ、おかしい、もうこういうのこの子は嫌だ。私にね、レバー買ってきなくてもらっていい、もうねえねえ、もうお昼食いってね、そんな暇あったらね、自分の自動車で先払えよって言いたい。順序がある、人間には順序ってもんがね。私は、もうね、あのレバー買ってもらわなくてもいいから、もうね、お昼食べ行く暇があったら、もう何度も何度もうち毎日出かけてて、それでね、あの自動車でも払わない。あ、申請したんだと思う。あ、そうなん、そう、違うよ、それはただのカードの申請だよって。あ、そうなん、ゆきちゃん、おいや別に大丈夫、ね、そうなんだ、お疲れ様ですって、そうなん、申請で勝手に送られてくる。あ、そうなんだ、カードの申請だ、最新だねって、多分ってね、そうなん、大丈夫だよ、こう、更新だから。あ、そうなんだ、ありがとう。私怖いんだよねこういうのね、こういうカードをめっちゃ作ってさ、私怖いよ。